こはまあ元医者と言われてる。なんだっけ、天の橋立てにもあるんですよ、元伊勢神社、この神社加護神社忘れたけど、そこ別にって、なんでしょう、私特に下空こっちです、ここですね。やってみようか、この回り方、前橋行きますよ。堤宮、鷹宮、和宮、杉の木、あ、違う、高野宮、大幸神社、月の宮、杉、和宮らしいです。集金しておりますけど、手だけやろう。日本最古の鳥居景色ですよ。現存してありますからね、これ豪華だったらいいってもんじゃないんですよ。いいですよね、この鳥居。元伊勢三社、なるほど、100円あるかも。サイドするか、ホームページだ。なんかいつも逆回ってんだよ、私。なんか、その普通と違う。もう何飲みますか。じゃなかったでしょ、高野宮ってさ、
からじゃん。ここではね、多分あったんですよ。どこもあれって。なんか右側からじゃない。違う。月の宮だよ。月の宮って西郷だって書いてあった。やっぱりちょっと反対だった。いつもとはなんか言うこと守っていこうかなという気持ちになって、ちょっと素直さが出てしまう。素直さが。できるかどうか急げるかどうか針しなしなしますか。今で岩崎神社が欲しい。酒造神社、日吉神社、はい、こちらは最後だった。未チェックさせず先に進めてくれてしまった。せっかくそれ行きますよ、私は。
これも、あれ同じ、こっち、すげえ顔漏れた可能性はありますよ。なんか回る数が少ない。夏至の頃になんたらかんたらって言われた。ではおみくじを最後にいきたいと思いますけど、一回これでねちょっと止めてみましょうか。